鳥の口って確かに書いたけど、おはようございます。皆さん寝坊しまして、起きまして、今起きました。今日誕生日です。チュルさんおめでとうございます。いつもと違う時刻で配信をしておりますね。おめでとう。おめでとう。もう50分、早い。やば、びっくり、もう起きてびっくりして、こんな時間に。てかショールームのなんか変わってません？え、ショールームのなんか機能変わってるよね。私も今日誕生日です。オリスリーさんおめでとう。見た目がすごい、あ、見にくくなったんや。通知は来るん？変わらん？いや、なんか、え？いや、めっちゃ見にくくなったが、なんか見にくい方の、あの、見にくい方の見、漢字の変換によってね、見にくいってなんかちょっと意味変わってくるけね。見づらい。違和感、あ、今はね、違和感、見にくいっていう、なんか見づらいの方がね見にくいだったらちょっと、あ、白くなった、白くなった、びっくり。こうやって変わっていくんだね。もちもちよ。なんかそれでもなんか久しぶり、なんか久しぶりじゃないかいや毎日配信しとったいや久しぶりな感じそうやけど、どうしたらいい。え、いや毎日撮るんですけど、なんかここ2日ぐらいのなんか記憶なさすぎて、なんかこの配信したっけみたいな。いや、したのは覚えて、したのは覚えてるけど、なんか、ね、寝坊したで見に来ました寝坊してました。
寝坊してくれたから逆に見えました。ポジティブシンキング。何の曲。なんかさ、あのよくさ、なんか山とかにさ、なんか鳥みたいなやつおらん、なんかクー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 みたいな、クークークーク、え、なんて言ったらいいんだろう、なんか違う、もっとこんな感じじゃない、え、なんかあれって何の、誰の声なんだろう、ホトトギス、今日は誕生日です、石田徹さんおめでとう、めっちゃ多いですね今日誕生日、ヒョロさん、オジスリーさん、石田徹さん誕生日おめでとうございます。いや、ホーホキキュじゃなくて、あの絶対みんな聞いたことあるの、あの変な声、あれハト、なんだっけなんだっけ、ほう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 、え、え、そう、ドゥ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 みたいな、グー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 みたいな、ふーふーにゃんにゃんみたいな。え、ハトってあんな、え、そうなんや、どっから声で、え、なんか結構なんかどっから声出たんかなみたいな、そう、公園におる、公園からもするときある。トンビ？初めて聞いたとき何って思ったもん。そう！何って思う。いや、初めて聞いてなくても今でも何って思う。何のと？何の声みたいな。え？ハトの声？嘘！え？ハトってあんな声な？なんか、ハトはなんか、あ、ハトもほうか。え、まあ、でも、ハトなんかな？ほうほうほほほう、ほうほうほう、あの、ええ、ちょっとちょっと思い出せ、なんか的確に真似できるんよ、ほんまに的確に真似できるんだけど今が出てこんだけよ。そんなんかな。いや、もしかしたらみんな今日聞くかもしれんよ。ぽっ。なんかちょっと。もやもや。キジバト、情報結果を聞いたときに聞いたことあるんですよ。え、聞いたことある？みんな。え、ほう、ほけきょうって聞いたことある？みんな。聞いたことあるもん、これ。一般的に。レア聞けたら。
そうでもない。あるか。いや、初めて法華経を聞いたときに、え、なんか感動したよ私は。こんなにはっきり法華経って言うみたいな。よく人間と同じ発音できるねみたいな。お母ちゃんの T シャツ予約して、ありがとうございます。私の、そうなんですよ、私の生誕 T シャツが発音おかしくなったけど、生誕 T シャツが発売されています。私が絵を描きました。たまには会えのいいのかなって。お寿司っぽい。私が、赤、そう、赤なんです。赤。ネットでぜひ予約できるけね。寝起きがです。あ、なんかでも、なんか自分の布団とか自分の家とか、なんか安心からか分からんけど、なんちゅう発音、安心からか分からんけど、なんか肩の力が抜けたみたいな感じするわ。落ち着いたら連絡ください。何の連絡？誰？はい、 ST48 の甲斐ココアでございます。幼くなった私。いや、全然知り合いじゃないです。見えるってこと？ココアちゃんです。いや、なんかやっぱり、なんか初対面じゃないけど、なんかさ、初めて知った方には、なんか初めてこう出会った方には、なんかココアちゃんって呼ばれることが多いんですけど、なんかこう、あのプロスピのスピちゃんの時に、なんかこう、あのカイちゃん、カイちゃんって呼ばれて、なんかそれがなんか新鮮でしたね。なんかカイココアって名乗った時に、どっちで呼ばれるかって
コカちゃんって呼ばれる方が多かったんですけど、カイちゃんって呼ばれて、いちいちカイちゃん、カイさん、カイちゃん、カイです。いつもコカちゃんって呼ばれる。いや、今度話し会でカイちゃんって呼ばんでいいけ、コカでいいけ。わあ、あ、そっか、選手でカイさんがいるもんね、カイキャノンが、カイ拓也選手がおるもんね、そりゃカイさんって呼ぶわ、野球関係はカイさんって呼ぶ。え、待って、もう15分でもう長崎の217日おめでとうって、カイさん、カイさんね、距離感じる、すごい。カイ殿ってなんかちょっと昔見ていた、でもなんかおりそう、カイってなんか、え、カイ殿ってなんかおりそう、歴史なんか教科書出てきそうよ、出てきたことある、カイっておったよね、毛利元就、ん、誰かとおるよね、いや、おるんよ。あ、おらんっけ、かいひめっておるん、そうなん、会見、え、会見っておる、秋田県のことだっけ、え、でもなんか私、犬に名前つけるとしたら、私、犬に名前つけるとしたら多分4日くらいかかりそう。4日、4日くらいかかるか、犬に名前つけるとしたら4日くらいかかるか、30秒で決めれるか。お待ち、多分それぐらいかかると思う。犬になるけど。え、ポチ、いやー、めっちゃおりそう、すぐおりそう。ポチ、よくありそう。犬の名はココア。いや、ココアって犬に名前つけてる人多いですよね。多いんですよ。え、チョコもいい。ココアとチョコです。二人合わせてココアです。言えないけど、なんでココアになる。原材料は香川です。ココアです。こちらの犬はチョコです。二人合わせて原材料カカオです。いやだ、いやだ、いやだ、いやだ。いやだ。うまい？ありがとう。でもね、なんでさ、ココアって名前にしたいかわかるよ、犬。なんか茶色い犬おったらってココアってつけたくなるよね。ココアとか、チョコとか。コーヒーはあんまりわからんけど。きなこ、え、いいな、白い犬は白、確かに。ココアと牛乳、いや牛乳ならミルクにしたいって、いやミルクにしたいな、牛乳って呼ぶのやつ、いや、面白い、面白いけどね。いや、ミルクって名前つける人は多分多いと思うけど、牛乳って名前つける人ね、少ないかもしれんね。めっちゃ面白いんだけど。犬に牛乳ってつけるの面白い。あ、牛の名前確かに。いや、この時間にちょっと寝坊しちゃったんですよ。
牛乳面白い。いや、時間ちょっとやばいですね。着実に時間が迫ってきてるのは確かですよ。何時ですか？ランキングを読みますね。13位、ホアンさん。12位、ヨウさん。11位、ヒサさん。10位、飯田ひろゆきさん。9位、こまめまきさん。8位、たくささん。7位、イエスケイさん。6位、おっくんさん。5位、マットさん。4位、ナットやっと、あ、違う、4位、ノッシーさん。3位、スエさん。2位ラームさん。1位はチャーミーさんです。ありがとうございます。皆さん配信を見ていただき、こうなりよるけ直しても直してもこうなる。ありがとうございます。いつも配信を見てくれてありがとうございます。今日はちょっと配信ちょっと時間遅れちゃったけど、カイコカートスタイリーでした。皆さんありがとうございました。バイバーイ。今日も元気に頑張りましょう。メール送り